少しもう少し火山マグマに行くにはこっちのあたり行ってみましょう。こっちだね、こっちだね。とこのあたりだよね。木というと、マグマのあたりの木のあたりに腰掛けてみたいにおっしゃってたような。どう木のあたり、木のあたりでもあんまり輝いてないような。ちょっとこのあたりは多分ナッチさんだったりいないような気がしてるけれども、どうかしら。サンサンさんが逃げていく。入る手前ぐらいね、あんまりこう近づかなかったよっておっしゃられていたから、この辺なのかなと思いつつ、追いかけられてる、追いかけられてる。もう仕方がない。バトルしていきましょう。誰？あ、サンサンさんと、ツノノコさんだ。わあ、ちょっと、ここはもうバトルで勝っていくこととしましょう。はい、横一線が来てしまうけれども、大丈夫。もうここは戦え連打で勝たせていただきましょう。サンサン。よし、問題なく勝っていけました。よかった。シャーリー、このあたり、このね、ちょっと遠くからね見るとなるとこの辺かなとか思ったんだけれども、この辺ではない。奥が光ってる、奥が光ってる。伝わるかな、この進行方向のまっすぐのところが。ツノノコさんがバトルに来てしまったので、ここもバトルしていきましょう。仕方がない。あっちーさんとツノノコさんあっちーさんちょっと連れて行きたいなって思ったりもするんだけどね。ちょっと可愛いじゃない、ここも、でも、もしハートが出てタイミングが合えばと思ったけれども、ここは仲間にはなれなかったか。まあ仕方がない。ここまっすぐのところ、これどう？あ、毒そうだった。違ったね。仕方がない。もっと近くまで行ったのかな？ね、この辺り他に木ないもんね。デカロックさん、中まで行った？ちょっと入ってみましょう。デカロックさん、まあ、体力、ちょっとだけだけど、ね、マジックポイントの兼ね合いもあるので、ちょっとだけ回復、セーブはせずに、ここは行きましょうか。え？この辺でさ、落としたかな？ちょっと行ってみる。デカロックさん。どう？なんか木とかな、急にもうね、木とかないけど、あんまり言ってないみたいに言ってたけどな。でもそう、戦わなきゃいけない人というかが、いらっしゃる、そう、ここもね、いらっしゃるから、まあ、行くのは行こうか。こっちだね。こっち。いる？ん？あの人かな？ね、ちょっとロボもすごく気になるんだけれども、この人？危ない。誰？別の人だよね。バルーンさんとツノノコさんに捕まってしまいましたので、ここも戦っていきましょう。多分ね、後ろでこうちょっと踊ってたみたいな人のことだと思うんだけれども、まあ、一旦ここは。でもね、かなりね、ここを苦戦もしたからさ、強くなったんだなぁと思うね。こんなにサクサクっと勝てるとね、嬉しい。で、みんなのレベルが上がったりもしまして、この、歌ってる。ちょっと可愛い見た目してる。マグママと戦いますか？はい。頑張ってみましょう。ちょっと緊張するけど。ほら、って歌ってる。ここは、ちょっと、ね、デタラメ切りだったり、一点突きだったりを、マジックポイント気にせず戦ってみましょう。めっちゃ強いかな？どうかな？でも、だいぶ強そうだね。この、ダメージがあんまりないというか、一点突き。まあ、でも、全く戦えないというほどではないような、戦えよりも、でも、危ないかな？体力ちょっと危ないかな？歌ってるって言ってた。あ、
よし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 、買っていけました、買ってきました。で、マジックポイントをしっかり使ったとも言うのもあるけれども、やったー、買っていけましたー。これで、また一つ何かをクリアしたはず。で、みんなのレベルが上がってもくれまして、子供アラビンさんがさ、予期せず、ね、どんどんレベルが上がっていってくれております。このロボさんは、結局まだ、何もできず。まあまあまあ、仕方がない。でも、デカロックさんの中まで入ってしまうと、ちょっと木が生えていたりとかっていうのもなさそうなので、やっぱりあの手前の枯れ木というか、あー、角の子さんが来る、あー角の子さん来ちゃった、はー、バトルしていきましょう。ガウリオンさんがいらっしゃる。ガウリオンさんもちょっと可愛いよね。勝たせていただいたのですが、ここでも、一旦ちょっと回復。回復はちょっと細かめにしておいて、まあまあまあ、セーブはせずに行きましょうか。へー、どこだろうね。ちょっとこの枯れ木のあたり探してみたいところなんだけれども、枯れ木のあたり。ね、枯れ木しかないよね。ちょっとふもとの方から見ただけなんだみたいに言ってたような。今何か出た、何か出たのはしずくさんのお顔マークが出ただけか。この辺りってないもんね。そういう何かヒントみたいなものは、木というと今のところか、この辺り、この目の前のこの辺りかな感じがするけれども、もうちょっと分かりにくいところに生えてるとかあるかな。木の辺りでもないような。この辺も別に輝いてないもんね。角の子さん来ちゃう。仕方がない。この辺りにもないし。ないね。びっくりマークが出たよ。ここ。ちょっとびっくりマークがで一瞬出るんだけどな。これ、どう？おー、あったー！ここに落ちてるのってもしかして、おさんの手記や。あちゃー、端っこが少し焦げとるわー。見つかってよかったね。とりあえず、おじさんに届けに行こうよー。まあ、それもね、それも旅の思い出だとしていただきましょう。よかった、あったー。輝いてはなかったけれども、びっくりマークが出てくれてよかった。よし。では、ババナシア戻りまして、討伐の報告もね、したいところでもありますし、だね。あー、その前に、ババナンさんをどこかでね、仲間にできると、それも報告ができてとっても嬉しいんだけれどもなーと思いながら、子供アラビンさんは今もういるから大丈夫として、ナッチさん行っちゃった。残念。向こうのナッチさんもおそらく同じくだと思うので、向こうのババナンさんを狙いましょう。ババナンさん。できれば同じタイミングで報告がしてしまいたい。ババナンさん、待てー！消えちゃった。残念。こっちのババナンさん、まだ気づかれてない。いける！やったー！これで、アラビンさんだ。ナッチさんもね、いてくれるとより一層嬉しかったりするんだけど、ここはババナンさんを狙って、マルさんを待機。出た、やった、仲間の撃った、ババナンさん、どうマルさんが歌ってくれまして、よし、よかったー、ババナンさんとの心が通じ合いましたー。やったー、これでちょっとババナンさんを連れて、行くことができる。濃厚ミルクなるものを手に入れましたね。
ジャイロさんがなんか毒蛇ショットなるものを覚えたそうです。ババナンさんももうこのままでいいかな。お名前はこのままでいきましょう。未熟ババナンさんよろしくね。よしやったー。ナッチさんを氷結で倒すというのは報告がね、向こうビキーニだから、今のところこれでよしとして、もし出会えたらバトルはするけれども、一応これでよしとして、ババナシアどこ？ババナシアどこ？ババナシアどこ？こっち？あー、向かってくるババナンさんがいる。まあ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 、ちょこちょこバトルはしながら帰りましょう、ババナシア。ちょっとナッチさんとはバトルができなかったけれども戻ってきました。ババナシア王国のご報告、この人にね、見せてあげるのがあるのですが、マンホールがここにあるね。ババナンさんを連れなければいけないので、こう？おお、ドキッとしちゃったそうだね。はじめまして、でやんす。そうだね。おいらは、イマージェン、マンホール、でやんす。よろしく、でやんす。持て余したイマージェンたちがいたら、ぜひ、おいらに行って、でやんす。400体までなら、おいらが預かる、でやんす。今日は、初めて利用してくれたサービスとして、プレゼントを用意した、でやんす。喜んで受け取ってほしい、でやんす。妖精の霊薬というものを手に入れました。極上サンドロップだって、ありがとうございます。あー、他にも。ありがとうございます。ムーンドロップとかも、サターンドロップとかも全部くれましたね。おー、あれ？預ける、引き出す。ん？預ける？あー、ここにいるのか。控えメンバーとして。あー、なるほど。これって今さ、このマンホールに預けて、あー、さよならびっくりした、マンホールに預けている状態じゃダメだぞーと言われたけど、今控えにいるならいいのかな。ちょっと聞いてみましょうか。おー、いいみたい。おー、ブラーボーバナナが詰まった美しい体型と紫色の魅惑的なターバン、それです。その魔物に違いありません。おー、ブラーボーすごいテンションだね。せやな。グフフフ。これで研究がどんどん進みますよ。データを取って検証してブツブツ。なんや、自分の世界に入っとるで。ほっといてもう一個か。おっと、忘れるところでした。これはお礼です。受け取ってください。あー、スタードロップ、ムーンドロップ、500ゴールドもいただきました。ありがとうございます。でもこれもね、獲得スタンプいっぱいだからとっても嬉しい。ありがとうございました。で、ちょっとカバン見せてね。でも、この、ね、譲ってほしいというお話じゃなかったから、今のところ、ね、このジャイロさんのところに子供アラビンさんがいらっしゃる。まあ、仲間は大いに越したことがないから、ちょっとご報告用だし、お名前つけずにって思ったけれども、まあ、このままね、マンホールとかに入れてしまうのもかわいそうなので、このまま行きましょうか。で、手記をなくしたおじさまは、どこ、もうちょっとこっちだったよね。こっち。を、ご報告に行きましょう。ご報告。あれ？この辺にいなかった。いた。光ってた。この人、喋りしていきましょう。お待たせしました。同じこと言っちゃった。はい、これですよね。ほう、これだよ、これ。今度こそ、なくさないでくださいね。ああ、約束するよ。わー、ビッキーにでも、ね、ありそうだけれども。何かお礼をしなくてはな。ぜひ、受け取ってくれ。祈りの服と200ゴールドを手に入れました。ありがとうございます。そして、こちらでも目標達成、英雄スタンプカードの6枚目が埋まってくれました。ありがとうございます。では、続きまして、報告だね。報告、討伐報告。をしていきたいんだけれども、討伐報告どこだったかしら。あったやってきました、つばくろ紹介。ここでライセンスもちょっとね、見ていきたいところ。いらっしゃい。よろずの相談はつばくろ紹介じゃ。ホットなクエストが来ておるぞーとのことですが、報告、討伐
つのね、これ報告していきましょう。すごいすごい、ちょっと増えてくれてよかった。幻の根を求めて討伐しました。報告完了。よかったよかった。これはマイルドチョコと200ゴールドをいただきました。ありがとうございます。これでも英雄スタンプカード埋まるの嬉しいね。で、砂漠の血統も、買ってきました。羽の立てた200ゴールド。すごい、すごいゴールド増える。これちょっといろいろ武器変えるんじゃないとか思ったりしながら、瞬足の逃走班。こちらも買ってきました。ファイヤーローブだって。ちょっとお洋服とかね、増えてきたから、ちょっと後で見ていきたいところ。マグマの母。あ、さっきの、はーの人だね。これも倒してきました。これ獲得スタンプ5個だって。すごいいっぱい。やったー。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。